どうも、エルカミのエルウダです。どうも、デロンエスです、ということでね、はい、昨日ここで、柴田対久保優太八百長疑惑というのを取り上げたんですが、はい、で 割と我々の論調としては、うん、柴田の作戦勝ちというか、そうですね、いろんな漫画にも出てくるプロレスラーっていうのは、うん、割とそういう周りをも使って戦ってきたみたいなことを言っていて、はい、プロレスファンとしては乗っかれるみたいなことを言ってたんですけど、はい、結構その後にいろいろ前田明さんが動画出したりとかしている流れを見てですね、はい、で前田さんなんかもうクズ中のクズはね仕事はみたいな、はいはいはい、この件かわいそうだねとか、まあ、確かに前田さんはちょっと柴田を生んだっていうところもありますね、うん、まあまあうちアウトサイダーで、いやいやまあまあ、うん、だけど久保さんと YouTube のコラボをずっとしてたんだよね、はい、田中コンピューターっていうことで、はい、でまあそういうとか、あとはその扇久保博正さんね、はい、この前グランプリで優勝した朝倉海選手、実は僕の道場に扇久保選手のサインがあるんですよ、っていうのはうちの先生とマンツーで前に練習しに来てて、それはもうライジンの、別の試合の前に、うん、練習しに来てたりとかで、まあ、僕同じパラエストラ、まあ、僕一般会員ですけど全然違うけれども、はい、ちょっと流れを見てるとね、あとプロレスラーとかも、はい、あれをプロレスと言わないでくれみたいな、うん、一緒にすんなみたいな論調が強いんで、はい、柴田をですね永久追放にしてほしいと僕はおいここでおーふざけんなお前思いますね。これはね今後格闘技の仕事とかをやっぱ取っていかないといけないんで、我々は完全にそれはもう久保さんに頑張ってほしいなっていうのが今思うところでございます。いいのか。デロニアさんは柴田派ということで、私は完全に久保派。俺天智も派だ。天智も派ね。俺天智も派だ。セコンドについてましたけれども。可愛いかな。というね、かなりね流れとしては、ただなぜその柴田の乗っかれて言ったかっていうのは一個だけ理由があって、うん、なぜかというと僕たちの漫才は基本反則しかしてないので、はい、はい、それがありますね。反則はね。別に出番前に、うん、他の人に LINE でこういうネタやるっつって、うん、で、あ、そのネタ被るからやめて、やめてとかはやってはないです。芸人に言ったらそれだろ。言ったらそれだろ。そういうのをやった人も。一応でもな、リング上では不正はしてないからな。誰が試合柴田選手、まあね、リング上ではね、まあどうなんでしょうね。ただ前田さんが言ってたのは鋭い考察だなと思ったのは、ヒロヤ戦の時も同じことやってたんじゃないのかと。あ、はい、つまりヒロヤは言ってないだけで、うん、つまり言わなかったら泣き寝入りになって損してる可能性があるよね。あるね。ってなると分かんない、ヒロヤにやったかどうか知らないけど、うん、それって正義はどこにあるんだ問題があるよな。まあね、久保優太の LINE がスクショが出たことは実は良かった可能性も泣きにしもあらず、ベッキー以来ですよ、あんなにラインがはっきり現れたのは。センテンススプリング、センテンススプリング以来ですからね。まあそういうことでございます。プロレスだから、まあ、それね、やっぱね、その大木久保選手とかやっぱ実際にメインでその素晴らしい試合した選手の話題がこうおざなりにされてる状況も俯瞰が見て、うん、よりそうなんですよね。まあそれはそうだ。ちょっと大木久保選手のパンチの当て感とかすごかったの、入りまくってましたね。あのタックルのね、入りまでのつなぎというか、でもあそこまでね、あの塩漬けチャンピオンって多分初めてですね。お、俺も見たのが、まあいるんだろうけど、まあでもすごい、すごい、でかい舞台で、うん、なかなかでね、あれ面白いのは、僕ね、一個だけ許せなかったのはね、うん、はい、結婚してくださいがあったんですよ。はい、プロポーズね、公開プロポーズ。プロポーズのね、途中でバチッと切れたのが、公開プロポーズは地上波が切ったというね。ね、途中で切っちゃダメだよ。あれ面白いよ、インタビュー読んだんだけど、荻窪さんあれ作戦というか、うん、っていうか、そうしないと、他の話題に全部朝倉海負けるとかになっちゃうから、見出しが、うん、公開プロポーズしキスするまでは戦略的にやったらしい。ああ、なるほど。これはなかなか奥さん、ね、奥さんというか、まあ、彼女、うん、そう、で、面白いのが、青木真也さんがトースポウェブに記事を上げていて、うん、荻窪、お前プロポーズ2回目だろ、うん、お前、格闘技だけじゃなく再戦に強いなっていうね、なかなかの毒舌な見出しをね書いていて、はい、それを青木真也さん自分でリツイートするというね。いや、だから、なかなかの毒舌なのと、あと僕がこうコツコツね、いろんな格闘家の人とか格闘技の本書いてる人とイベントやってきたんだけど、なんと今度ね、渋谷ロフトでね、吉田豪さんと青木真也さんのトークライブがあるということで、はい、こんなに破壊力のあるトークライブ今まで見たことないなということで、ちょっとタイミング見て配信を買おうかなと今ちょっと思っている次第だというね、うん、ことでございます、うん、で、柴田が格闘技なら1.4 何が話題になったかというと、柴田勝頼、はい、柴田勝頼がなんとリング復帰して、復帰したってすごい、ね、しかも最初は寝技のね、だから柴田勝頼もともとそのライジン系のね、ヒーローズとか出てる選手ですから、で、柴田勝頼は新日本プロレスで、まあちょっとね、結構脳のね、解凍を手術しなきゃいけなくなって、ね、はい、で、LA の道場でコーチをやっていて、
見たことある LA の道場でコーチやってる動画。あ、見たことないかも。話だけしました。竹刀を持ってるのね。竹刀を地面すれすれこうやって、うん、その上を練習生が飛ぶっていう。縄跳びじゃダメだったんですか。いや、もう縄跳びじゃダメなの。いや、怖いよ、竹刀の上飛ぶのは。お前、いやいや、本当になんでだろう、ね、で、その柴田選手、柴田じゃない、柴田勝頼選手はイライラボーみたいにしたの。イライラボーイライラボーみたいなね、電撃イライラボーで、柴田勝頼選手はなんと、うん、急遽プロレスルールに、打撃ありのプロレスルール、本当は寝技のマッチだったけど、うん、戻して自分の弟子と試合をして、僕の動画で回ってきたのはあのコーナー串刺し低空ドロップキック復活みたいな、うん、動画が回ってきたと。かっこいいですね。もう今柴田か柴田ですよ全部。そうですね。あと柴田理恵が今何やってるのかね、ちょっと個人的には気になる。昆布食べてるんじゃないですかね。ね、昆布をね常に持ち歩いてるのは、はい、というようなねことでございます、うん、結構昨日ライブでこの、案件をネタにしました、はい、時になんかね柴田の八百長疑惑っていうのをや結構説明した後に誰がわかんないって言ったらすげえ受けたのよ、はいはい、結構知らなかったのかなって思って、はい、もうね誰がどれが中心のニュースかわかんないなっていうのが、まあ、確かにそうですね、むずいよな、もうわからん。でここで取り上げたのはね、あの前に取り上げたの、うん、M1 を、ま、僕らの周りの若者が誰も見てない件っていうのをやったんですよ、はい、でその時にもちろんコメント来ました、あのお前らの若周りが見てないだけでそれが何なの、高視聴率だしみたいな、うん、でそれ普通に真面目に返してました。構造の話をしてるだけであって、うん、あの今までと時代が変わっていく、うん、でその後に実は反省しました。僕らの、ま、僕の周りの大学生、うん、デロリアンのバイト先の大学生とか、大学生ではない、うん、まあ、若者が見てなかったっていう人が結構いて、だからその後に、いろんな人と話してたら、実は M1 が今一番見られてるコンテンツで、うん、結構後追いで、なぜなら M1 が公式で YouTube で全ネタアップしてたりとか、で僕もこの前23歳の OL の、 あの若者の文学系 YouTuber の人と仕事した時に、うん、それは聞いたら、うん、いや錦織さんまで見たことない人、はい、だけど周りは M1 の話ばっかしてる、うん、でこの前も居酒屋入ったら隣の若者みんな M1 の話してて、うん、M1 っていうのは後追い含め今一番見られてるコンテンツなんだなと思った矢先の、うん、実は大どんでん返しがあって、うん、昨日完熟フレッシュと親子コンビとライブ一緒になり、うん、帰りにレイラちゃん、もう現役高校2年生の、うん、と一緒に帰りました、はい、彼女は普段芸能人の女子高生とか行ったのか、芸能何人かで帰りましたけどね、うん、芸能人の卵であの親もいるしね、うん、芸能人の卵が通う学校に通ってんだけど、うん、レイラちゃんにその話をした、若者は見てないって動画あげたんだけど反省しなきゃいけないと思ってるんだよって言ったら、うんうん、レイラちゃんの周り誰も見てない、おお、芸能の学校に通っているのに見てない、これね結構ね、データとしては、そう俺別に統計取ってないけども、うん、面白いよ、面白いよね。いや、だからもう、見てるもんが全然違ってさ。で、言ってた、あの、錦織さんは結構知らない人がいるけど、うん、実は、ナベプロに新作のハーモニカって、あの、ボイパーやる人やと、うん。ある人は今、TikTok で超人気で、うん、そっちだ。周りは新作のハーモニカは知ってる。土佐兄弟は知ってる。錦織さん知らないみたいな。あ、もうね、ネタどうやってこうかな、みたいな。これむずいね。むずいっすよ。だから俺なんか固有名詞使うネタだからさ、固有名詞使わないネタはいいよ、うん、あの喫茶店カランコロンカランみたいな、うん、コロンカランコロン、いやカランコロンカランやろみたいな、はいはい、そういうネタに俺らも切り替えていく、切り替えていくしかないな、もう肩ぶつかるとこやらないとかな、うん、肩ぶつからないとかそういうことするしかない、喧嘩ネタ。いやー、柴田のね LINE のスクショがね出ましたけれども、つってもね何人が出てるんだみたいなところにもなってきて、これむずいね、むずいよ。ああ、それをねひしひしと感じて、M1 を周りは誰も、若者は誰も見てない件、あ、反省しなきゃいけないの、あ、逆もあるんだみたいな感じですね。そうだよね。だからあれもどういうふうにさ算出してるか分かんないけどさ、うん、例えば女子高生の間によく使われていたネット用語みたいなこともあったりとかすると、うんうんうん、はい、もう全然知らねえ言葉ばっかだもんな。そうそうそう、なんかあったね、いっぱいね、なんか流行語調べた時に出てきちゃう、忘れちゃったけど、うん、なんかもう全然わからん。だから俺らの時のねキボンヌとかもう多分今ないのよ。ない、いや、キボンヌ時代使ってねえ。終わったとか知らねえよ。セクースとかね終わったは終わったなんですよ。終わったなんだよ、うん、これがねだいぶなくなっていってるなっていう時代の移り変わりを感じているのと、あと今日はあの朝北朝鮮がミサイルと見られるものを発射したことによって、ミサイルだろ、いや、飛翔体なんですけども、ミサイルだろ、もうね、不届き者がいっぱいいますよ、日本には。明け止めミサイルってつぶやいてトレンド入ってるやつがいてね、その後入ったのがね、キム・ジョンウン選手っていうのが入って、うん、キム・ジョンウンさんがあの野球のね、ユニフォーム着てバット打っててね、うん、今月何号打ちましたみたいな、バカ野郎みたいなね、打ちられまくってます、ね、本当に、そんなね、うん、まあでも、だってキム・ヨジョンのふりしているやつあるよね、兄を
ブログするやつは許しませんとか、そういうなんかツイートでなりすまし なりすましているよね。プリン将軍とかさ、なんかいろんななりすましの、うん、いますよ。プリン将軍はまだプリン将軍でやってるからいいんだよ ね、あとタッピーを、ね、タッピーをかっていうね、あのタピオカをちょっと遠回しにいじってる可能性があるね。なるほど。どっちもプリン将軍だ、誰がわかんだよっていうね、ことでございます。まあそんなところでございますかね。難しいですな。はい、今日はなんとね、お昼は三浦マイルド寄せ、夜がダースレダー寄せということで、ムーディー勝山以来の右から左受け流すですからね。これはですね。あ、ムーディー勝山はネタでいいかなと。はい。そんなところ。にもね、二人を捕まえて右と左でお前も分けるな。分けてないですよ。あのムーディー勝山歌歌っただけですから今。そういうことでございます。お互い腰だって言い張るんだから、ね。いやまあね、それはみんないろんな思想があるから、それは当然いいとして。そういうことでございます。僕はラサール石と全く同じ意見ですといったところで、乗っ取られてるんですか、はい、そうです。ツイッターを乗っ取られたラサール石、コメント欄にラサール石はもっと前から何かに乗っ取られてると思う、誰が分かんない。ひどい。それは俺、それは実は漫才で思いついてたんだけど、ネットのコメントにとかぶって、ああなるほど。俺が先に考えた。いや怖いわ怖いわ、上田紀元説ね、怖いわ。まあそんなところでございます、はい、といったところで、また起きなさってください。お願いします。